はい、4月29日朝6時19分の相場解説、ドル円になります。まあ昨日、おとといとね、まあ特に昨日なんですけども、大きな利益に誘導できることができてよかったなと思います。これはデイリーを見てるんですけども、ここにもね、ちょっと新しい利益の誘導が現れております。ここに抵抗を引くと、この下に行きましたよね。ということは、ちょっとちっちゃくて見えにくいんですけども、ここはですね、また N を書く可能性があります。下髭出してますんで、今度は上に向かうと思いますけど、でもこの抵抗にね、ゾーンに当たって、またこういう風に下に行くんではないかなっていう風にね、まあいつものパターンですけど、見えるわけですよ。まあその可能性が高いってだけですよ。絶対そうなるってわけじゃないですからね。まあですんで、ロスカットは必ず引いてくださいね。で、ここまでの経緯を見てみますと、上からドーンと下がってきて、この抵抗に当たって跳ね返る。もう一回下に当たって跳ね返る。で、3度目のトライでここを突き抜けたという形になりますんで、レジサポ転換で、今度はデイリーは下の方に向かうんではないかなっていうところですね。まあ最大値でですね、ここまで下がるんですけども、それはまあ長い時間をかけてになると思います。特に大きな動きがなければね。またね、アメリカの経済対策がどう出るのかとか、日本の財政出動がどういうふうにするのかってことによって、この幅は大きく変わってきますよね。はい、じゃあデイリーの次は4時間足を見てみましょうか。昨日儲かりました、皆さん。だから利益が出ましたって報告は3件ほどいただきました。なんか、まあまだちっちゃいですけどね、ロットが 0.5 とか、0.01 って言っていいのかな。最小ロットでトライしてる方が、すごい利益を実感できましたってことなんですけどね。あと、ロットを上げてくるのにはね、度胸がいりますからね。だから度胸がない間は、やめた方がいいです。変なところでロスカットしちゃったりとかね、ロスカットライン切り替えたりとかしちゃうでしょ。で、4時間なんですけども、ここが起点になって、今、突き抜けたところがまた N 字でね、構成転換するんじゃないかなというところですよ。こういうふうにね。さっきデイリーで見せましたけども。で、ここには100日移動平均線が現れてませんけども、この移動平均線3本の流れを見てください。下に大きく動いて、上に行ったところからまた下に行って、で、緩やかに横ばいになって、そして下の方に今向かうためにアリゲーターラインが広がっているってことなんで、まあこれはね、大きく下に向かう予兆ではないかなというふうに考えられます。で、1時間の方を見ます。ね、いろいろと思い出すでしょ、こうやってやってみると。今まで、私がね、お伝えしてきたフォーメーションの形が、あの時出たなとか、これまた今回もそれか、みたいなね。いろいろあるでしょ。じゃあまず1個目からいきます。レンジがずっと長かったですよね。1週間から2週間レンジでございました。その間はもうエントリーするところがなくて、本当にね、つまんないんですけども、チャンスを見つけるためにいつかブレイクすると思って見てたわけなんですが、こういう風な形で、ここはまあちょっと取れなかったですね。この大きな陽線は。無理です、無理です。レンジの中での、ね、幅いっぱいの陽線なんてね、ほんと珍しいですから、これは宝くじみたいなもんですからね。その後で、高値がね、こういう風に切り下がってきてるのが、ちょっとね、今振り返れば考えられたんですよ。これね、この高値切り下げ。でこれが、ですから、なんていうんですかね、大きく下に移行するための、ポイントだったのかなと思うんですよね。まあそうすると、ここを突き破る勢いが出てきて、ドカーンといったわけですね。で、その後で N が来るよっていうふうに申し上げましたよね。まあ、これも何度も申し上げてますけども、やっぱり N が来て、もう一回大きく取れるチャンスが来たということです。で、ここと、ここを、まあ、昨日ね、90ピップスぐらいで利確したんだよということだったんですけども、下髭がこういうふうに連続して出てますんで、そろそろ警戒するところだなっていうのが、この前からね、髭の話をよくするようになりましたけども、見極められるところです。となると、これがですね、陽線が出てきて、またね、横ばいに入った状態なのかな、わかりませんけども、これから、まあ、大きくまた下に行くんではないかな、というふうにね、考えているところでございます。そうなるとですね、こういうふうな形が見て取れるんですよ。高値が、こういうふうに、どんどん切り下がって、これはもう、ここは予測ですけどね、ここはね、切り下がっていくこと、ね。で、大きく見ると、こういうふうに進んでるでしょ。だから、すべて繋がってるんですよね。で、安値、こういうふうに、まあ、ここもですけども、切り下がっていくと。はい。こういうのが、この、今のね、1時間のチャートで、ここの辺まで図が引けると、あなたは月収300万から500万ぐらいにいってるよってことなんですよね。まあ、これが見えてこないということは、もう一回ね、暗記項目を振り返って、あとは、低ロットでのシミュレーションした方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、なんとかね、私も偉そうにこんなこと言えるようになりました。ありがとうございます。本当にありがたいですよ。こんな時期でもね、毎日お金が増やせる。自粛をすればするほど、利益が取れる。そして、
誰にもセールスしないんですよ。セールスが嫌ってわけじゃないですよ。私もビジネスはプロですから。うん、でもね、ビジネスのその商品を売るために商品構築したりとか、あの集客していろいろとね、服をかけるとかね、まあいろいろとこう知恵を巡らせるのっていうのは、まあそれなりに面白いんですけども、まあ気楽なのはこっちですね。あの FX です。まあいろいろと考えるところありますけども、今は私はビジネスよりも FX の方が性に合ってるかなって感じるところですね。まあビジネスもね、やり出せれば、かなり売り上げを上げていけるんですけども、今はまあビジネスに関しては指導の時だけやるって感じですかね。FX はまだ指導できる力がありませんので、こんな形でございます。さあ、以上です。